어머니! 다시 내려! 그렇죠, 오셔가지고 드레스 시켜야 되나, 오마라! 오히려 말할게 안 먹나? 보고 다켜라, 이거 술 먹어 돌아왔겠네! 아름답다, 말할 수 없어, 뭐야! 익사! 다시 내려! 준비와 이간 하나 가스 세소 일찍이나 노세
とう。はい、ということで和食パレットです。お願いします。今日はね、4人とも実はマイクがね目の前にあるということでね、4人で MC ができるというなかなかない機会があります。ね、みんな大好きカズキからね、じゃあちょっと喋ってもらいたいと思うんですけど、テーマ、トークテーマはじゃあなんか、なんでしょうね。じゃあこうしましょう。最近あった出来事、最近の近況報告でいきましょうかめっちゃ嫌がるやんめっちゃ嫌がります。じゃあみんな大好きカズキから喋ってもらいましょうか。お願いします。お疲れ様です。最近あった出来事、最近あった出来事、マイクどうした？最近あった出来事は、うん、あんまなんか家帰ってないし、あんま何してるかわからんけど、うん、なんか最近はちょっとお母さんと喧嘩しました。どうしたん？親不孝すぎん？その話題。結構最近の俺の出来事ででかいこと。あー、反抗期来てんの？いや、なんかあんま反抗期とかなかったんですけど、今にやってきた。そうそう、今になってきた遅れた反抗期が来たみたいですか、彼の中では。この間弟に今更反抗期だよってちょっと笑われてね。皆さんはね、お母さんをいたわってあげてくださいね。じゃあ、ドラムのナーさんはどうですか？めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。最近あ、そう、どうした？あの、C さんの、うん、あの、インスタフォローしてくれてる人はちょっと、多分、あのさ、最近アントニオファンが多いかなと。どうしたの？あ、そう、多分今日もほとんどの人が夏休みに来たやつを思ってた。そう、最後、イエーイ、お金が邪魔でごめんなさい。はい、申し訳ないです。じゃあ最後ベースのリサと喋ってもらって。ちょっと待って、もうちょっと話すの？まだ話したいことあるの？が最近の、最近そう、ちょっとバンドしてるから毎日会ってるから、最近夏美のピンのストーリーをしてくれてるから、ぜひ夏美のファンの人はリサをフォローしてみてください。夏美ファンに捧げるストーリー。最後にまさかリサ子の宣伝をするってありました。じゃあ最後ベースのリサ子ちゃんとってもらいましょうか。最近あったこと、最近は、いやもう私3週連続ライブなんですよ。でそう、そうやな、 TRL 3回分。いや、みんなも多分多いと思うんですけど、うん、で練習場だけじゃなくてスタジオを結構使ってて、うん、お金がね、お金がなくなってしまってごめん、ちょっと待って、ごめん、今何て言った？だから、うん、お金がなくなって、ごめん、ちょっともう一回言って、え、だからお金がないの、お金がない、お金がない。それ俺聞いてない。それあの多分俺が和食入る前の曲かな。あ、そっか。そうそう、俺そんな急にそんな曲とかコピーできんから。それ俺だけできひんやつやんけ。ということでね、そうですね、そう、オッケー、オールライトのお金がないわね、晴れ合宿にあったから、その時はね、ギターに矢川がいてくれてたんですけどね、本当に感謝しかないんですけど、まあ、今はちょっとカズキがこうやってギターに入ってくれてまして、4人体制でやってます。でも、カズキ、おい、カズキ、できひんこともたまにやらなあかんちゃうんけ。できっこないこともやらなあかんちゃうんけ、お前。お？できっこないわ！やらなくちゃ！
Come on.